その、おこだわり、俺にもくれよ、は、キ清の通りによる日本の漫画作品。モーニング2014年25号に読み切りとして掲載されてから、月刊モーニング2で2015年1月号から12月号まで連載。その後、モーニングに移籍して2016年1号からおよそ月1回のペースで掲載され、2018年18号で完結した。 日常の暮らしの中で特にこだわる必要がないもの、事柄について、こだわりを見せる人物、おこわがり人にスポットを当て、その、おこだわりぶりを漫画でレポートするという定裁の SF 漫画である。二0十六年四月九日から六月十八日まで、テレビ、東京系列で同作を原作とした、フェイクドキュメンタリードラマ番組、 その、おこだわり、私にもくれよ。が放送された。その、おこだわり、私にもくれよ。と題し、テレビ、東京系列にて2016年4月9日から6月18日まで、毎週土曜日の0時52分から1時23分に放送された。全11話、山田孝幸の東京都北区赤羽のスタッフによる、フェイクドキュメンタリードラマで、 松岡真弘が本人役で主演。実生活でも松岡と親交のある伊藤沙里が本人役で共演する。松岡真弘と伊藤沙里が本人役で主演するフェイクドキュメンタリードラマとして制作された。彼女ら二人が司会を務め、蒸気漫画を原作としたテレビのバラエティ番組という設定で原作と同じような趣味を持つ著名人をゲストに、その おこだわり人ぶりを披露してもらいつつ、松岡と伊藤の友情をドラマやインタビューで探る。このため番組内ではこのドキュメンタリーはフィクションです。との断り書きがある。映画、ドラマにバラエティ番組と様々な分野の仕事を器用に卒なくこなす。マルチプレイヤーの松岡まひは新バラエティ番組、そのおこだわり、私にもくれよ、の MC に起用される。 松岡は親友でカメラ撮影担当の伊藤彩里を引き連れて他人にはなかなか理解できないけれど本人は幸せになれるこだわりを持った人イコールおこだわり人のもとを突撃取材しその実態を明らかにしていく第10話ではモーニング娘。16に加入するため所属事務所を退社したことになっている主要人物おこだわり人第1話試し読みページ松岡真弘。 東京都北区赤羽タッグの新ドラマに本人役で主演。マイナビニュース。https コロンスラッシュスラッシュニュース .mynavi.jp スラッシュアーティクルスラッシュ20160215-0607スラッシュ2018年12月7日閲覧。注目ドラマ紹介。そのおこだわり、私にもくれよ。松岡真弘が本人役で 主演のフェイクドキュメンタリー、モンターウェブ、https、マンタンウェブ .jp、アーティクル、2016万407ドック00メートル2億 5000CHTML2018 年12月7日、閲覧。その、おこだわり、私にもくれよ。松岡真弘が、本人役で、主演のフェイクドキュメンタリーアーカイブド2016年4月10日。 アット・ザ・ウェイ・バック・マシン・イントロダクション。映画、津軽とエンラインに主演する、松岡真弘の魅力を堪能できる話題作を一挙に、放送。映画、勝手に震えてろ、その、おこだわり、私にもくれよ。日本映画専門チャンネル。2019年10月12日閲覧。日本映画専門チャンネル。日本映画、松岡真弘主演作を一挙放送。光る星、10。 11夜11時、勝手に震えてろ、松岡真宏インタビュー付き10、11深夜1時50分、その、おこだわり、私にもくれよ。全11話、インスタではオフショットを公開中、ツイッターより2019年10月12日閲覧。この記事は、以下のカテゴリーでも参照できますその、おこだわり、私にもくれよ。に関するカテゴリー、ありがとうございます。